皆さんこんにちは、もんちゃと申します。 JRA の3歳未勝利戦が全て終わりましたので、勝馬の勝ち上がり率っていうのを見ていきたいと思います。一応世代別リーディングで100位までの馬でですね、ランキング付け的な感じでやっていきたいなと思うんですけれども、やはりですね、ここまでで勝てるか否かで中央に残れるか否かっていうのがね、決まる馬がほとんどですのでね、やはり勝馬の能力を測る上で重要な数値になってくることは間違いございませんと。でですね、早速並べていきたいと思うんですけど、今年は特にですね、その何頭以上とかの縛りをつけないと、アメリカの勝馬っていうのがめちゃめちゃ多くなりますね。やっぱり森さんと藤田さんのコンビを中心にね、結構今年はアメリカのレジェンド勝馬の産駒導入っていうのが目立っておりまして、その走りっていうのにね、日本の競馬ファンが驚いたことっていうのも多かったですね。特にアルゲートやガンランナーっていうのはね、新勝馬っていうこともありますし、その現役時代の成績からね、特に目立ってた印象でしたけれども、本当期待通りの産駒走りしてたんでね、引き続き導入っていうのは続いていくんじゃないかなと思います。ただですね、そんな中でもちょっと目立つ存在っていうのが、このダークエンジェルっていう馬ですよね。本場アメリカじゃなくて、唯一ぐらいのヨーロッパの勝馬で、こんだけね、勝ち上がり率高いっていうことになるわけですけれども、もうすでにね、ヨーロッパでは成功している勝馬ではあるものの、最近こうやって日本でも活躍目立ってるんでね、ちょっと注目していただきたいですね。血統的なところで言うと、父系はね、そんなにこう日本で流行ってる印象ではないですけれども、母父はマキャベリアンということでね、よく聞くところでございます。この現役時代の成績的に見ると、なかなかね、日本では考えづらい2歳戦だけで9戦っていうね。で、 G1 自体はスプリントの1勝のみだったんですけれども、やっぱりね、世界的に見るとこういう早熟性、そしてスピードがあればよりね、評価も抑えるし、実際に成績も出してるっていうところで、もう結構な数のね、G1 勝ち馬っていうのが出ておりますと。現時点でヨーロッパのリーディングでは、フランケルとかドバウィ、シージスターに続く第4位ということでね、タレンズ給料も日本円で800万を超えるぐらいの評価にはなってますね。ヨーロッパのリーディング上位の勝馬とはいえど、中長距離タイプだとね、日本だとスピード不足になるっていうこと多いんですけど、こういう短距離傾向に出ている勝馬だと、そのままね、日本でもスピードを生かせるっていうところがあって、そのままヨーロッパと同様にね、平均距離も1400メートル弱ぐらい、短い距離の芝で産駒が走ってるっていう感じになりますね。ただやっぱりね、ダートの潰しが効かないっていうところは、基本的にはこういうヨーロッパタイプの馬っていうのはあると思いますね。で、そしてね、マイナー勝馬っていう意味ではガルボがかなり頑張っておりまして、本場はマンハッタンカフェの後継でね、しかも地方でも高知のダービーとか菊花賞2冠取る馬なんかも出ていて、いやー、種付けろ10万円だったらめちゃめちゃ面白い勝馬だと思いますね。ジョーカプチーノなんかも最近ね、地方馬でまたオープンガチ馬出しましたけれども、結構マンハッタンカフェの後継っていうのは、お買い得勝馬になりやすい傾向ありますね。ではちょっとね、頭数に縛りをつけて10頭以上にするとね、なるほどねっていう感じになってきますんで、やってみたいと思います。こんな感じになりますね。アローゲートの導入多かったんで、一応10頭でトップにはなりますけれども、その後はね、日本にいる勝馬でディープ、シネミニ、ドレフォン、エスポアルシーっていう感じの順番になりますね。ということで、実質的なね、日本の勝馬の勝ち上がり1トップはディープインパクト、もう10年以上連続で多分リーディングとともにトップですよね。ただ 63.6% っていうのは、私的にはよく盛り返したなって思う数値で、実は去年同時期 53.6% ということで、まさに 10% も低かったわけですね。そこから一つね、年齢も重ねてまたこうやって戻してくるっていうんですから、いや、やっぱね、一味違う能力っていうのはあったんだなっていうのを感じさせますね。クラシック取れはしなかったもののね、ダービーでも3着馬なんかも出しましたし、この傾向を見ていると、ラストクロップでもね、率高くクラシックも沸かせる馬出てもおかしくないんじゃないかなと思いますね。そしてこの後に続くのが、やっぱりダートを中心にね、堅実に勝ってきた3頭っていう印象がありますけれども、ただドレフォンは特にね、芝も含めて、個人的には MVP ぐらいの活躍だったかなっていう印象がありますね。頭数もね、100頭超えして勝ち守り率 50% 超えっていうんですから、それこそね、社代やノーザンさんだけではなかなかね、達成できない数値になりますんで、評価できる数値だなとは思いますね。一応この青になってるのが新勝馬っていうことになりまして、一応北三ブラックとかもね、40% 超えていたりするんですけれども、ただやっぱ社代系の割合っていうのが結構北三ブラックは多く買ったっていうところはあると思いますね。あとはイスラボニータも 36.5% で、ザファクターも 34.1% と、一応全体の勝ち上がり率の平均っていうのがだいたい 30% ぐらいになりますんで、それを超えてればね、結構優秀っていう感じにはなりますかね。最近頑張って
ているビッグアーサーは意外とね一発ホームラン型っていうところがあって、活躍率でいうと 20% いけないんですよね。ただ AI が 0.95 あるように、まあ、当たった時はなかなかの爆発力があるというところでしょうね。あと実はシルバーステートも 30% を超えたわけではなくて、やっぱこちらはね芝での基本的にガッツリタイプっていう印象があるんでね、ダートで潰しが効くっていう感じではないっていうところはやっぱこの率にもつながってるのかなっていう印象には来ましたけれどもね。まあでも当たった時は本当ディープ後継最有力級なんでね、楽しみにしておりますと。でまあ戻ってやっぱりシニミニとエスパールスチーのこの信頼感っていうのはねさすがですけれども、まあ種付け量を考えるとやっぱりすごい子だと思いますよね。この2頭っていうのは今年も350万円と120万円なわけですから、そりゃねこの金額でこの勝ち上がり率だったらね、これは速攻でバンクシーになるよねっていう話だとは思いますよね。ちなみにこの2頭っていうのはやっぱり地方でもすごくて、こちらね一応地方でも勝ち上がり率出せるんですけど、エスパールスチーはもう 80% 近くて、まあ、シニミヌも 56% ぐらいと、まあ、意外とシニミヌはがっつり高いわけじゃないですけど、やっぱり AI 見るとねこんだけ等推って 3.02 とか 2.61 っていうのはやっぱ飛び抜けた数字だと思いますよね。まあ、ただ年齢的に言うとやっぱりこの2頭っていうのは結構高齢なところがあって、そういった意味ではね北高たる前なんかはまあ地方はもちろん中央でもねやっぱり 40% 超えてる勝ち上がり率っていうんですから、まあ筆頭候補なのは間違いないですよね。そしてそれに続くのがアメリカンファラオとかね大メジャーになってくるわけですけれども、まあ大和メジャーもねもう結構な高齢で今プライベート商売になっていながらも 48.6% っていうんですから、まあこれはやっぱりディープとか大和メジャーとか金亀っていうのは、まあ、そんだけ高齢になっても結局若い馬たちに負けを取ってないっていうわけですから、やっぱ相当抜けた存在だったっていうのは感じますよね。最近新勝馬がやっぱりこう成功傾向にあるっていうのはやっぱ若いのある程度有利になりやすいっていうところはあると思う、まあ、そんな中でやっぱねもう引退間近ぐらいの勢いなのにこんだけ上位に来てるっていうんですからやっぱすごいですよね。そしてね信頼の絆さんも 47.4%、 この年エフファネイアと絆はいわゆる隙間の世代って言ってね3世代目っていうことになるんですけれども、まあ、基本的にはねこの年って質とか量っていうのが少なくなってちょっとね成績落ちやすい傾向っていうのがあるものの、やっぱこの2頭っていうのはそこまでね落とさなかったかなっていう印象ですよね。まあ、やっぱりここら辺はね勝負の能力があってのものかなとは思いますね。あとねもちろんハーツクライもすごかったですよね。 AI 的に言うとやっぱりドーデュ等の活躍もあってかなりトップ級ですよね。それこそディープに次ぐ第2位くらいになりますかね、この10頭以上出走した中って言いますと。まあ、特にねドーデュース、ダノンベルーガ、ドーのクラシック戦線、そしてダートでもねノットルノンといった馬の活躍もあったりして、なんか本当大一番では今年はハーツくらいが強かったかなっていう印象がありますね。やっぱその率的に言うとねディープにはちょっと劣ったものの、そこの面でやっぱり稼ぎましたよね一発でね。まあ、普通に考えてダービーっていうのが大目標っていうところをね芝田と共に考えるならば、まあ今年最も評価されるべき勝馬はハーツくらいっていうところもあるのかもしれません。そしてヘニーヒューズ、ドラメンテと続いてくるわけですけれども、一応ドラメンテは賞金で言うとこの世代はトップっていうことになっておりますね。まあ、ただやっぱりこういうね賞金リーディングで言いますと頭数が多い勝馬っていうのが有利になりますんで、まあ正確にね勝馬の能力っていうところを測る上ではやっぱり勝ち上がり率とか EI っていうのをまあ参考にするっていうのは大いにありだとは思いますね。で北サンブラック、ゴータルマイキング、アナハミハ、ロードカナロアと、まあロードカナロアは実はこの世代かなり力の入っていた年で、まあもちろんねドラメントとかもそうなんですけど、一応この世代が初年度参加が初めてね2歳で走った後につけた世代っていうことになるんですよね。あのダノンスマッシュとかステルビオが結構 G1 でも上位に来てね、これはいいぞっていうことで単付け量800万でね300頭近く単付けした年だったと思いますね。でこの次の年がさらにね単付け量上がって1500万で、やっぱりアーモンドアイの3冠とジャパンカップがあってのその年ですんで、まあ相当ねヤバい馬たちが揃ってる世代にはなりますよね。まあというか現2歳世代がねそうなってるわけですけれども、まあだからそれを考えるとやっぱりねこうウンブライル等はもちろん出てきているものの、ちょっとね目立ってないかなっていう印象があるのは、まあ、ちょっと気になるところではあると思いますね。まあゴールドシップなんかも 38.2% っていうのは本当頑張ったと思いますよね。去年が 30% ぐらいでしたんで、まあそこからね、まあ、そこそこジャンプアップしたっていうことにはなるんではないでしょうか。まあまたですねクラシック強化する
なんかが出てきたらもっとね人気急上昇してもいいんじゃなかろうかと。で、あとは私がね推し続けているカーレン・ブラックヒルはね、いや、やっぱりこの馬もねタレン付け量考えるとめちゃめちゃ私はコスパいいと思っちゃうんですよね。それこそね牝馬は芝でボバはダートでっていうね、結構もう確立した傾向っていうのもありますし、まあ AI もね 1.2 っていうことはただ勝ち上がってるだけじゃない数値なわけですよね。これはやっぱりねもっと評価されていい数値じゃないかなと思いますけどね。あとリオンディーズとかミッキーアイルもね優秀な数値ですよね。率もしっかりね 33% を超えて3分の1以上勝ち上がっていて AI も 1.2 をオーバーしていると。まあリオンディーズは結構金カメの値っていうのが結構出ているかなっていう印象で、長距離のね重賞とかも勝つ馬出ましたし、ダートでもねもちろん勝ち馬出てますし、兄のエファネイヤとはまた違ってねゴリゴリに芝で瞬発力勝負っていう感じではないものの、まあ、その分万能性にね良さが出ているかなっていう感じですよね。で、あと先ほども出てきたねジョーカプチーノも堅実ですよね。本場の種付け量30万円ですからね。まあ2歳戦もいい感じで来てますし、なかなか優秀ですね。そしてそれに続くのがシャダイさんの大本命モーリスと。まあちょっとね日本で言うとやっぱりそこまでがっつり目立たなかった世代かなっていうところはありますね。もちろんねダート重賞オーバーカフジオクタゴンなんかも出ましたし、新しいね道も見えてきたところではあるんですけど、やっぱ全体で言うと結構な繁殖が揃っている中での 32.1% AI 0.97 っていうのは、まあ、物足りないっていう表現が実際あるかなっていうところだと思いますね。ただまあオーストラリアを含めて考えるともうそれこそねリーディング級でしたんで、まあここだけの判断をするのはねちょっと申し訳ないところではあるんですけれどもね。ただ気になるのがやっぱモーリス去年はねめちゃめちゃ高い率だったんですよ、 44.8% ってでね、まあ、だからそこからのこの急変っていうのはなんかやっぱ日本だと若干初年度ブースト若干あったのかなとかねちょっと思うところではありましたけれども、まあこれからね出てくる3区たちがどういった感じになるのか、また取り戻してくることを祈りたいところですね。でこちらもねちょっと心配かなって思ってくるハービンジャーも 29.9% で 1.17 と、ブラストワンピースとかペルシアンナイトが走った後のもう世代になってきてると思うんで、例えばもうちょっと欲しかったかなっていうところではあると思いますね。あとはルーラーシップさんも社代っていう意味では同様ですね。 23.6% っていうのはやっぱりちょっとね物足りないと言わざるを得ないと思いますね。やっぱ社代に残るっていう意味では、まあ、少なくともその 33% 3分の1以上はあった方がいいかなっていう私の印象ですね。その繁殖的な質とかね環境的に言うとやっぱり高くなりやすい商馬たちですんで、やっぱそれだったら新しい新商馬とかを導入して入れ替えを進めてね、もう全部が全部当たる商馬にするっていう投資になる可能性はあると思いますよね。そしてオルフェーブルさんもね 20.3% っていうことで、まあやっぱり万世傾向にあるっていうのはあるんじゃないかなって思いますね。あとは地方でのね活躍はもう知れ渡っているところだと思いますんでね、谷のパビトが東海三冠なんかも取ったりしましたんでね、まあ、だから波に乗ればね強いっていうところはあるものの、まあ、やっぱそこまでちょっと時間がかかる、そこまで待てるかが重要な勝負だとは思いますね。やっぱりそこら辺はねその維持費とかっていうところを考えると結構馬主さんの我慢が求められるところではあるのかなっていう感じですね。まあ、ということで目立つところとしてはこんな感じでしょうか。まあもちろんねこの勝ち上がり率だけが全てではなく、そういうね一発があるとか早熟晩成であるとかっていうのも考える必要はあるものの、まあやっぱりね嫌が王でも JRA に残りたい、こっちで活躍したいっていうのがあるならば、まあ何でもいいんでとりあえず1個ね勝たないとどうしようもないっていうところがありますんでね、まあそういった意味ではやっぱり潰しが効くかとか、まあある程度仕上がりが早いかっていうのが、まあ、重要になってくる今の商売業界であるっていうのはね、まあ、分かることなんじゃないかなと思います。まあ、皆さんのね感じたところ気になる商売なんかも教えてください。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。